皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はおならのお話をしていこうと思います。以前動画を配信したアナルプラグのコメントで、アナルプラグを挿入したらじゃあおならはどうなるのとかっていうコメントも結構いただきました。実際その私の状態ですね、私の下半身麻痺の状態でのおならのお話になるので、みんなが一緒だというふうには限らないんですが、私は怪我をした時から、下半身麻痺になった時から、自力でおならを出すことっていうのはもちろんできません。で、おならを出したいという感覚もわかりません。じゃあおならってどうなってるのかってなると、腹圧がかかった時、例えば車椅子からベッドに乗り移りをする時に、こうちょっとグッとお腹に力を入れるような、あとこうお尻を突き出すような動作をした時におならが出てしまうっていう時もありますし、そうじゃなければなんてことない時におならが出ることもあります。それは音が鳴るバージョンであったり音が鳴らないバージョン、どっちもあるんですが、でも、それは結構一番初めの頃ですね。それだから誰もでいいか、人前でおならをするっていうことが普通にありました。だからこそやっぱ恥ずかしいんですよね。我慢できないし出ることもわからない、でも出てしまったらスカッシュっていうか、音がなかったらもしかしたら何かちょっとやり過ごせるのかもしれないですが、でもこう乗り降りを手伝ってもらった時とか、それこそタクシー乗る時とかに、なんかおならが出ちゃうとやっぱり恥ずかしかったです。で、じゃあどうやったら人前でおならをしなくてよくなるかなっていうふうに私なりに考えて、私の体でいろいろ実験というか自分の中で調整した結果としては、やっぱり排便をしっかりすることが、おならがこう不意にプイプイプイプッとね出ない要因なんじゃないかなと思います。で、またおならというかこうやっぱりガスが出る時があるんですけど、その時に匂いがする時、ガスが出たな、音とかはないけどなんかプスみたいな感じになったなっていう時に、うんちが結構下まで降りてきてる時はおならの匂いっていうのはします。でも空っぽの時、あんまり下まで降りてきてない時にガスが出た時っていうのは匂いがしないなというふうに個人的には思いました。なので毎日しっかりうんちを出すことによっておならっていうのも結構私は出なく、人前で出なくなりました。そのうんちをするときにしっかり摘便中にガス抜きをする、結構こう前にね摘便の動画も出してるのでそちら見ていただきたいんですけど、指を入れたときに腹圧をかけるようなイメージと大腸の入り口をちょっと広げてあげるような感じで指を動かすと結構ガスっていうのが出てきます。で、そのうんちもガスと一緒にこう出てきたりするので、そのガス抜きっていうのは結構必要です。で、お腹を下した時、ピリピピチーちゃんを出してしまった時、漏らしてしまった時、そのゆるいうんちを漏らした次の日っていうのは私はうんちが出ないんですよね。しっかりと多分大腸の中のものがその下痢で全部出てしまったがゆえにうんちっていうのは出ないんですが、ただそれは分かっていながらも私はしっかり毎朝ちゃんとトイレに行きます。それはなぜかっていうとやっぱりガス抜きをするためです。その下痢、ピピチーちゃんになった後、ゆるい便を出した後の次の日ってめちゃくちゃガス溜まってるんですよね。だからそれをしっかり出しておかないと、自分が日中こう行動してる時におならっていうのは出てしまいます。そういう感じで私はおならの管理っていうのをしていますが、本当に今のところそんなに人前で、つい最近というかそういうことをし始めてからはおならをすることっていうのはありません。しかしやっぱり下半身麻痺の人とかで、おならの管理っていうのもうまくできなくて
うんちの管理もうまくできなくてこうガスが溜まってたりする方々っていうのもたくさんいらっしゃって、自分がしたいと思わない時におならをすることっていうのはやっぱりあります。ですので、もしそういうところに遭遇したら、あ、おならしてるわ、人前でおならしてるわとかじゃなくて、なんか別に何も思わないというか何も気にしないような環境になってくれたらいいなというふうに思います。はい、でも本当になので、やっぱり下半身麻痺の人でうんち管理がうまくできない方、まあその軽損とかなかなか自分で適便できない人たちっていうのはまあより大変なんですけど、そうじゃなくて手が不自由じゃなくて強損とかの人たちはやっぱりしっかり毎日うんちするような腸内環境づくりっていうのは必要なんじゃないかなと個人的に思います。はい、ということで今日は下半身麻痺のおならについてお話ししました。こういう排泄うんちやおしっこのことだけじゃなくて、まあ、おならもやっぱり人間として恥ずかしいっていうことじゃなくて、人間だから出るもんだっていうことを皆さん思っていただいて、なんかもっと過ごしやすい世の中になっていただけたらなと思います。はい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。